究極の投資先は自分。最終的にその他のどのような投資にも勝る投資は自分自身への投資だ。何であれ自分の弱点だと思う部分の改善に取り組む必要がある。そしてそれは今すぐ始めるべきことだ。若い頃私は大勢の人の前で話すことが怖くてたまらず。 大の苦手だった。そこで100ドルの受講料がかかったがデール・カーネギーのトレーニングコースに通うことにしたこの経験は私の人生を変えた新たに身につけた能力に大いに自信を持った私はコースが終了しないうちに妻にプロポーズしたまたまだ21歳で 見た目はさらに幼かった私が地元で株を売る仕事をするにあたりこのコースを受講したことは大いに役立ったあなたが自分自身の中に持っているものを誰も奪い取ることはできないそして誰にでもまだ使うことができていない潜在力がある能力をつけることによってあなたが10% 20%あるいは30%高めた潜在力は、課税されてなくなることも、インフレによって失われることもない。生きている限り、持ち続けることができる。